はい、さざつけゆかり YouTube 萌子チャンネル、あみともえです。ということで6回目になります。今日は萌の巣アイレスをね、終わった後、まあ、直後ではないんですけれども、先日はありがとうございました。で、お漬物なんですが、結構当日に大量に作ってで余らせてしまうことがあるんですね。まず持っていく段階で多すぎるなと思って、自宅に残していったりですとかね、冷蔵庫にしまっておいたりというところです。で、そのお漬物の活用方法なんですけれども、もちろん白いご飯でそのままいただくのも美味しいですし、ビールなどお酒にね合わせて食べるのもいい感じですしね。そう、ビールといえばほぼほぼビールしか飲まなかったんですが、去年あたりですからかね、急にレモンサワーも美味しいなと思うようになって、たまにレモンサワー飲むようになりました。まあ糖質ですとか経済的な理由かもしれませんけれども、でもすっきりしててね、白菜のお漬物なんかにも酸味がちょうどあったりして、あ、これいいなという発見がありました。話は戻るんですが、そのお漬物をね、白いご飯で食べる、そのまま食べるもいいんですけれども、何か料理にできないかなと思って、最近はチャーハンにぬか漬けを混ぜたり、古漬けのきゅうりなんか特に合いますね。あとは白菜の漬物、これを少し塩分が多いので水抜きをして、豚肉と炒めたりしても美味しいなと思いました。だって豚キムチがあるのに、なぜ白菜の浅漬けキムチ、違う、白菜の浅漬け豚逆か、豚白菜はないんでしょうかねと思って。ということは多分お鍋に入れても美味しいのかななんて思ったりしてます。で、今回はガリバタ人参というカッチャンネル様のレシピをやってみたんですけれども、大変好評でした。味はグラッセがニンニク効いてるみたいな味です。そう、グラッセといえば、うちの母の人参のグラッセはなぜかお醤油が入ってました。ということで、お家の思い出の味あったらぜひ教えてください。自分で作ったやつしかないって方も OK です。よろしければチャンネル登録、コメントお待ちしております。ではでは。